アパンダ、アパンダ、英語、アパンダは、かつて、九州と広島市に店舗を展開していた、スーパーマーケットチェーン。運営法人の会社構成法適用により、2008年4月29日21時で、すべての営業を終了。最後まで残った一部の店舗が、同年5月1日付で、広島のスーパーマーケットチェーンユアーズ、本社、 広島県秋郡海田町グループに引き継がれ、広島の店舗はユアーズに、九州の店舗は、同社の下で再建を進める丸は、本社、福岡県北九州四国ら北区になった。本校では、アパンダの運営法人であり、ビジネスホテルのホテルアパンダも経営していた、株式会社石原商事、石原商事、本社、 福岡県北九州市小倉南区と同社に合併された会社についても述べるが、石原商事と合併した、旧株式会社をおうち経営の、スーパーをおうちについては、おうちを参照のこと。アパンダはギリシャ語で、人が集まるという意味で付けられた。石原商事自体は1993年の創業、同年9月1日会社設立で、当初は、総裁業を営んでいた。 その後、シアーズ1、シアーズ1の名称でスーパーマーケット業に進出。1号店は経営破綻した当時九州最大級の地場スーパー、久しや井田店跡にオープン。その後各地で撤退した店舗跡地に次々と進出するとともに、株式会社中の本社、福岡県田川市北九州市を北区など、同業他社を買収、合併し、規模を拡大していった。 中野は旧三端地域である田川地区で創業。囲碁地区法、京地区、北九州市を中心として、福岡都市圏や大分県に至る広い地域で、食品に特化したスーパーとして営業をし、その後本社を北九州市に移したが、同業他社との競争に事実上破れ、苦しい経営状態となっていた時に、石原商事が買収。これが規模拡大の大きなきっかけとなった。 その後、現在のセガサミーグループ参加の不動産ディベロッパーであった株式会社アパンダから商標の権利を取得するとともに、同社の社長で、かつて大英の経営にも関わっていた平山明社長に迎え入れた。2006年8月1日に、広島県広島市南区に本社を置いていた地場スーパー株式会社を大内を合併。 それに伴い広島の大内本社はアパンダ広島支社になり、それぞれの会社が運営していたスーパーも順次アパンダに店名が変更された。しかし2006年12月27日、大阪地方裁判所に会社構成手続き開始の申し立てを行い、即日会社構成法に基づく保全管理命令が発令された。保全管理人、保全管罪人には、 中島検事弁護士ほかが指名された。その後交代。負債総額は約180億円とみられている。倒産に至った理由としては、他社の買収、合併や他業種への進出などの過程で、関連の費用がかさみ、資金繰りが悪化したことが挙げられている。申し立て前の対応としては、一部不動産の売却、近接していた店舗の統合、 不採算店舗の閉鎖などを行った。2007年1月31日、ユアーズグループがスポンサーに名乗りを上げ、同社が広島のアパンダ全8店舗を現在同社の下で経営再建を進めているマルワが九州のアパンダ店舗をそれぞれ引き継いで再建計画を立てることが決定した。当初は店名を解消せずに営業していた。 ユアーズグループでは、多角化戦略を見直し、スーパーマーケット事業に特化した再建計画の立案を目指し、総裁業など他の事業に関しては、売却を含め切り離す方向で検討。その一環として、集客が見込めないと判断された店舗や、引き取り先であるユアーズ、丸和の既存店と証券が重複する店舗については、2007年10月以降、順次閉鎖を進める一方、 地域に競合店がなかったりあっても数が少なく、住民の生活に欠かせない存在となっていると判断された店舗については、手こ入れを進めた。特にマルワは、地盤とする北九州市内などの一部の店舗については、看板などでマルワを全面に押し出した店作りをし、事実上運営を一体化させた。それらの店舗では、ポイントカードシステムについても、マルワのシステムに統合された。 また2007年11月11日、旧大内店舗で初めて、エヴァ店、大集店など不再店 3. 3店が閉店した。当初、九州の店舗については、共同組合九州スーパーマーケットグループも、丸和と共に再建に関わっていたが、条件面で折り合いがつかず、途中でスポンサーを降りた。このため、存続させる店舗数を当初予定よりも減らすなどの対応を取った。 上で、再建計画の提出期限延期を申請。計画は大阪地裁に認められ、2008年4月に最終決定した。5月1日付で、広島県内の5店舗をユアーズが、九州の13店舗を丸和が、それぞれ引き継いで自社の店舗号に組み入れた。会社自体は、いわゆる、新旧分離を行い、旧会社は生産され、新会社は店舗の土地、 建物の管理を行うことになっている。2008年6月10日、元会長ら二人が福岡県警察に逮捕された。架空の増資を行った容疑で、会社再建の過程で、これに気づいた厚生管罪人が警察に告発していた。捜査の結果、元会長のみが正式に起訴されている。以下、店舗譲渡が行われる時点におけるものとする。 会社構成法的要申請前から、不採算、エリア重複の店舗を閉鎖したり、別の場所に移転させるなどの対策を行ってきた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。